はい、じゃあ次のやついってみるか。はい、うん、つなぎます。はい、はい、こんばんは。こんばんは。おお、高いな声が。こんばんは。じゃあ名前聞いてもいいか。サッチーって呼んでください。サッチー。はい。あ、サッチー。サッチーいくつだ今。はい、今25です。あ、25。はいはい、サッチー25。普段何やってんだ。普段キャバクラで働いてます。あ、キャバクラ。あ、そう、意外だね。なんで。いや、なんでっていうか、なんだろう、なんでって言われても困るかな。意外だったかな、ごめんごめん。もうちょっとすごい派手な人がイメージとしてあるからさ。あ、衣装とかだって部屋で着ないじゃん。あ、そういうことか。仕事中はちゃんともっとキャバ嬢さんらしくなってるってことだな。そうね、ミフィ。え、それはなんだ今中ミフィ。そう、なんかいつも寂しくて、いつもなんか一人だから、うん、お部屋で何か喋りたいときはミフィがいつも横にいてくれる。いてくれるというか、持ってってんだろうけどな、そこにな。来てくれるの、ミッフィーが。ミッフィーが来てくれるという、ミッフィーをここに置いてんだけどな、お前がな。うん。まあまあ、うん。まあ、どんどん見えなくなってるけど、ミッフィーが。大丈夫か？大丈夫。あ、大丈夫。まあ、オッケー。一回そこはオッケーだ。飲み込むはオッケー。じゃあちょっと今日は彼女オーディションってことなんだけれども。おぉ、藤原長介、超人気あるよ。あ、超人気ある。キャバクラにおいでよ。キャバクラでもさ、藤原のこと超人気あるよ。みんな好きって。マジ？そんなの聞いたことない。そうなの？本当だよ。まあ、一番私が好きで、おで、二番目に好きなのがトヨちゃんで。トヨちゃん、うん、で、みーくんとけいちゃんは、うん、なんか好きだけど顔はいまいちとかって言ってるから。この間、あ、もういい、もういいよ。いいよ。あと、みーくんって誰だ？ボーイさんか？まあ、じゃあ、わりわり、名前なんだったっけ？え？名前なんだったっけ？サッチー。なんでサッチーの時高くするんだよ、こういうの。サッチー。オッケーオッケー。サッチーは、じゃあ、サッチーはどうして俺のこと好きになったのか教えてくれ。どういうとこが好きなのか。え？あ、聞けよ、俺の話。はい。可愛く映ることにエネルギー持ってかれすぎてたぞ今。うん、俺のどういうとこが好きか教えてくれよ。じゃあ、あ、これ言ったらウージーって呼んでもいい？お、いいよ、何でもいいよ。なんかウージーが怒るかもしれないけど、うん、人生で一番好きになった人がいて、うん、で、その人が忘れられなかったんだけど、うん、ずっとそれから経っててウージー見た時に、正直その人を超えたので、もうウージーが一番になったって感じ。すごいじゃないか俺。顔がドストライクで。あ、なるほどね。あ、シンプルでいい。顔が好きなのか。もう性格なんか分かんないじゃん。ウージーのさ、あれ見てあんまり性格とか分かんないから、うんうんうん、もう単純に私頭そんなに良くないし、ウージーの顔が超好き。あ、そうそう。ピースが気になるな、ずっと。で、顔が好きってことだな。そう。じゃあ、ご飯どうすんねん。あれ、ご飯とかってもう今ウージーと配信してるから、お父さんとか入ってこんといてよ。お父さん、ご飯してるから、ご飯どうすんねん。いいから、ご飯とかいいから、今ウージー喋ってる。配信なのか、後回しにせよ。後回し、配信は私がやってるんじゃなくて、ウージーの配信に呼ばれてんの。お父さん何も知らないじゃん。ウージーって誰か知らんけど。ウージーって宇治原さん。お、ミッチー流れてるぞ。とりあえず何食べたいねん今日。今日はあんかけチャーハンと、いや、ちょ、始めるな始めるな。カレーの煮付けと21種類の野菜のスープでいいわ。すごいちゃんと取るな。分かった分かった。す、入ってこっといても、声全部聞こえてるから。お父さん聞こえてる、ずっと流れて。ミッチー、おい、サッチーです。サッチずっとミッチーって呼んでるけど、サッチー聞こえてたんだなと。あと今の会話中、すごいな、すごいマルチタスクにできる人なんだな。ずっとミ
ミチって呼んでるなと思ってたけど、お父さんがうるさいから。お父さん入ってきちゃうの。大丈夫か、今全部流れちゃう。結構ちゃんと食事取るタイプなんだな。お父さんがうるさいのよ、なんか栄養とかちゃんと取れとかって。あ、それが染みついてたのかな。でもびっくりしちゃった、いきなりお父さんが現れたからさ。ごめんなさい、ごめんなさい。いや、全然いいよ、全然いいよ。じゃあ、ちょっと話を戻して、じゃあ、俺が、ご飯、さっきのでいいか？ちょっと。さっきのでいいかって何？メニューこっち言ったじゃん。お父さんが。ないのあるかもしれんけど。ないのあるかもしれないじゃなくて、あなたが何が欲しいって言ったから答えたじゃん。さっち、さっち。さっち、それ後にした方がいいぞ。流れてるぞ、これ全部。考えて作ったらいいねんなじゃなくて、じゃあなんでメニュー聞いたのよ。いやいや、喧嘩まずいって、これ流れてるぞ全部。サッチ、分かった分かった、ないのあったら買い物行ってくるから。うるさいって言ってね。サッチ、おいおいおい、いや、どこ行ったの。流れてるぞ今。サッチ、よく向こう行っとけ。はいはい、分かったから、配信なんて早終われよ。うるさい。サッチ、はい。サッチ、ちょっと鍵とかないのか、部屋は。鍵とかない、あの棒とかあるんだけど、棒取る。いやいや、久々に聞いたよ、棒でドア閉めとく人。いや、お父さんが邪魔になっちゃって。大丈夫、全部流れちゃってるから。お父さん事前に言っとかないとダメだよそれ。ごめんね。うん、じゃあ戻すけど、サッチと付き合ったらどういういいことがあるのか教えてくれ。ウージー好きかどうかわからないけど、おうおう、意外となんかこういうキャラクターとか、うん、ディズニーとか USJ とか、うん、いっぱい好きだから、そういうところにウージーと、なんかお顔から見たらそんなに好きそうじゃない感じに見えるウージーが、うん、なんかかぶり物とかして一緒に手つないでデートしてみたいなっていう気持ち、ないあるじゃん、そういうのって。いや急に押し付けてきたけど、まあまあ気持ちは理解できるかもしれない。そのあれ、鳴らすな、チンチン。何それ何を鳴らす。ご飯ができたの。鳴らすな。違う、あのさ、お父さんに言ってよ、今無理だ、チンチンうるさいな。できたぞ。鳴らすな、チンチン。鳴らすな、鳴らすなとかじゃなくて、もうちょっと今配信中だから。配信中なのに入ってくるなよ、チンチン鳴らしてよ。お前チンチン言うな、あんまり。サッチ、サッチもいいな、サッチも出さないと。サッチ影響するぞ、オーディションに。あ、ごめん、顔やばごめん。いや、ピースじゃごまかせないよ。ごめんね。ごめんねっていうか、もういいよ、一通り聞けたよ。じゃあ、うん、選んでお願い。いや、じゃあ最後一応アピールしてくれ、アピール。うん、思ったよりウージーの3倍体が柔らかい。いや、一回も想像してないから。お願い、倍にする元がない。お願い、3倍柔らかいと思って。3倍柔らかい、想像し、ごめん、そこはあんまり自分のポイントではないけど、なるほどな、柔らかいと。本当に柔らかい、雪見大福の2倍だと思って。雪見大福の2倍、柔らかい。うんうん、だいぶ柔らかいのかな。柔らかいから、うん、ギュッてしたら柔らかって言うから、お願い。まあ分かった、そういうアピールがあるっていうのは分かったわ。うんうん、オッケー。じゃあミギちゃんが、ミギちゃんはいいな、ミギちゃん触れると怖いから、オッケー。じゃあ大体分かった、もう言い残すことないな。じゃあ、はい、ありがとう。はい、ありがとうな。ありがとう。はい、ご飯できてんぞ。お父さんの声聞こえたな最後。お父さんもちょっと学習して見計らったんだろうな、会話の途切れ目を。ちゃんと入ってきてたけども、なしだな、こいつも。さすがにな、デートにお父さんがついてくる可能性あるからな、完全に。はい。